ロバート・パクストン・グロンコースキーはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはタイトエンド。2010年シーズンから2018年シーズンまで NFL のニューイングランドペイトリオッツに所属していた。カレッジフットボール時代はアリゾナ大学でプレーし、2010年の NFL ドラフト2巡目でペイトリオッツに指名された。相性は グロンク。2018年シーズンをもって一旦引退したが、2020年シーズンから復帰し、トレードでタンパベイバッカニアーズに移籍した。一部メディアで、グロンカウスキーという表記も見られる。2011年、2年目のシーズンを迎えた、グロンコウスキーは17タッチダウンレシーブを含む 18TD を記録し、1327ヤードを獲得した。 これらはいずれも NFL における手のシーズン記録となっている。このシーズン、彼はリーグ最多の TD レシーブを記録したが、これは手としては NFL 史上初めての異業である。また彼はルーキーイヤーから3シーズンで25以上の TD を記録した初めての手となった。グロンコースキーはニューヨーク州アムハーストで父ゴードン・グロンコースキーと 母ダイアン・ウォルタースの間に5人兄弟の4男として生まれた。長男のゴーディはジャクソンビル大学で野球をプレーし、2011年に北米独立リーグのウースター・トルネードズにロースター入りした。次男のクリスはメリーランド大学で2年間アメリカンフットボールをプレーした後、アリゾナ大学に転校した。三男のダンもメリーランド大学でアメリカンフットボールを手としてプレーし、 2009年の NFL ドラフトで指名された。イツオノグレンはカンザス州立大学に通っている。曽祖,祖父、イグナティウス・グロンコースキーは1924年のパリオリンピックの自転車競技米国代表選手である。グロンコースキーはニューヨーク州ウィリアムズビルで育てられ、ウィリアムズビル北高校に3年間通った。アメリカンフットボールを手としてプレーする傍ら、 バスケットボールもセンターとしてプレーした。3年生の時、オフェンスとして36レシーブ648ヤード、7TD、ディフェンスとして73タックル 69B サックを記録し、オール西ニューヨークのファーストチーム、オールステートのセカンドチームに選出された。2006年、4年生になったグロンコースキーは、ペンシルベニア州ピッツバーグ郊外へ引っ越し、 同州チャーチルにあるウッドランドヒルズ高校に編入した。当初、西ペンシルベニア学生競技リーグによって試合出場資格を剥奪されていたが、その判断が覆されると試合に出場し8レシーブ152ヤード4、TD を記録した。高校時代、グロンコースキーは雑誌、スーパープレップのオールアメリカン、プレップスターのオールアメリカン、 アソシエーテッドプレスのクラス4、A オールステート、ピッツバーグポストガゼットのファビュラス22とファーストチームオールカンファレンス、ペイトリオットニュースのプラチナ33、ピッツバーグトリビューンレビューのテリフィック25に選出された。また彼はケンタッキー大学、アリゾナ大学、クレムゾン大学、ルイビル大学、メリーランド大学、オハイオ州立大学、シラキュース大学に、 スカウトされた。高校卒業後、グロンコースキーはアリゾナ大学に入学し、2007年から2009年までの3年間、同大学のアメリカンフットボールチーム、アリゾナワイルドキャッツでプレーした。ルーキーイヤーの2007年には28レシーブ525ヤード、6TD を記録した。1レシーブあたり平均18.8ヤードは、チームトップの数字であり、合計獲得ヤードは、 同チームの手として歴代最高の数字であった。この年のグロンコースキーはライバルズ .com の新人オールアメリカン、ザ・スポーティング・ニュースの新人オールアメリカンと新人パック -10 とオールパック -10 奨励賞に選出された。グロンコースキーは2008年シーズンの最初の3試合を欠場したものの47レシーブ672ヤードを記録し、 チームトップの 10TD を挙げた。このうち出場した最初の2試合で5つの TD を記録している。また2度のジョン・マッキー全米週間最優秀手賞に選出された。このうち一つはオレゴン大学に敗戦した時に受賞したものであるが、この試合で彼は12レシーブ143ヤードを記録している。彼は1試合の成績、シーズン成績、 通算成績のいずれにおいてもチームのレシーブ、獲得ヤード、TD 数の手歴代最高記録を更新した。この年の彼は、アソシエーテッドプレスのオールアメリカンサードチームとオールパックマイナス10、ファーストチームの手に選出された。2009年シーズンを迎える際、グロンコースキーは、ロンバルディ賞、カレッジフットボール最高ラインマンラインバッカー候補に挙げられた。 しかし背中の手術のためこのシーズンを欠場したため彼のドラフト評価は下がった。大学時代の通算成績グロンコースキーは2010年の NFL ドラフトでニューイングランドペートリオッツに二巡目指名された。チームとは2010年7月25日に契約金176万ドル、4年440万ドルの契約を結んだ。2010年シーズンプレシーズンで グロンコースキーは、ニューヨークジャイアンツの新人ワイドレシーバービクター、クルーズ、サンフランシスコ 49ers の、ランニングバックアンソニー・ディクソンと並ぶ、NFL トップの 4TD を挙げた。このうちの一つは、クォーターバックトム・ブレーディからの14ヤードパスを補給した、グロンコースキーが、セントルイスラムズのラインバッカージェームズ・ローリネーティスを、エンドゾーンまで引きずって挙げたものである。 1> 第1週のシンシナティベンガルズ戦では、第4クォーターに、ブレーディからの1ヤードパスを補給し、レギュラーシーズン初の TD を記録した。第10週、ピッツバーグスティーラーズに勝利した試合では3、TD レシーブを挙げた。1試合 3TD は、ベートリオッツの新人として初、そして NFL 史上最年少の偉業である。この偉業を祝して、マッテン NFL12 には一試合に三 TD 以上を挙げた選手に、ロブ・グロンコースキー賞が贈られる機能が搭載された。第16週、地元バッファローでのバッファロー・ウィルズとの試合ではに、TD を挙げ、シーズンの TD レシーブ数を9とした。最終週でも、TD を挙げ、ルーキーとして、NFL 統一後初めてシーズン 10TD を挙げた、手となった。このシーズン、グロンコースキーは16試合に出場を42、 レシーブ546ヤードを記録した。カレッジ時代の2009年シーズンを、丸1年背中の手術で欠場したにもかかわらず、彼はこの年すべての練習と試合に参加した。グロンコースキーは、第10週、第14週、第17週の計3回ペプシ週間新人 MVP にノミネートされ、第14週、第17週はこれを受賞した。また、 2011年のプロボールのファン投票で、手部門5位につけ、ルーキーで4位の得票を得た。また、アソシエーテッドプレスの2010年オールプロチームにも、投票された。2011年シーズン2011年、インディアナポリスコルツ戦に出場する、グロンコースキー2011年シーズン、グロンコースキーは、第1週のマイアミドルフィンズ戦で、ブレーディからの10ヤードパスを補給し、 このシーズン初めての TD を上げた。この試合、ブレーディは球団記録となる517ヤードを獲得したが、このうち6レシーブ86ヤードはグロンコースキーへのものである。グロンコースキーは前年度に記録したレシーブ数と獲得ヤードを経った8試合で更新している。第11週では自己最長の52ヤードキャッチを含むに TD を上げ、前年度に記録した。 td 数に10試合で並んだ。これは全手の中でトップであり、手がルーキーイヤーからの2シーズンで 20td を上げるのは史上初である。レシーブ数と獲得ヤード数は手の中でニューオーリンズ・セインツのジミー・グラハムに続く2番目、全レシーバーの中で10番目に位置した。フロンコースキーは第十三週インディアナポリス・コルツ戦で自身二度目の一試合三 t d を記録し、 手のシーズン TD 記録を更新した。この試合の3つ目の TD は、ゴール前2ヤード地点からのプレイで獲得した。このプレイははじめ前方へのパスと記録されたが、後にラテラルパスに訂正された。これがプロ入り初めてのランプレイ、そして TD ランとなった。また、手による TD ランは NFL では2006年のボースカイフェ以来の記録であり、球団創設以来初めての記録であった。 試合後、グロンコースキーは 14td で NFL 単独トップ、13td レシーブでサンディエゴチャージャーズのアントニオ・ゲイツ、サンフランシスコ 49ers のバーノン・デイビスと並んで NFL トップタイとなった。グロンコースキーは第14週ワシントン・レッド・スキンズ戦で6レシーブを記録、自身最高となる160ヤードを上げた。また t d をげ、獲得ヤード数で、 でトップに躍り出た。また自身初の AFC 週間オフェンシブプレイヤー賞、そして2週連続で NFL.com の選出する関東賞を獲得した。このシーズン、グロンコースキーは1327ヤードを獲得し、ニューオーリンズセインツのジミー・グラハムの1310ヤードを抜き手による獲得ヤード数の NFL 記録を樹立した。 また 17td レシーブを含む 18td を挙げた。これらはいずれも手の NFL 記録である。18td はフィラデルフィアイーグルスのルショーン・マッコイの20に続く2位の記録であり、この数はこの年のセントルイスラムズ全体の td 数よりも多い。17td レシーブは NFL 単独トップであるが、手が td レシーブ数で単独トップとなるのは史上初である。 グロンコースキーは2012年のプロボールの AFC チームの聖典に選出された。プロボールにはペイトリオッツから8選手が選出されたが、彼は同僚のトム・ブレディとエス・ウェルカーに続く AFC 第3位の936,886票を獲得した。これはペイトリオッツの第2手のアーロン・ヘルナンディスの3倍以上の得票数であった。また、手として、 AP 通信のオールプロファーストチームに選出された。この時グロンコースキーは50票中44.5票を獲得した。2011年ポストシーズンプレイオフ初戦、ペイトリオッツはディビジョナルラウンドでデンバーブロンコス相手に450で勝利した。この試合でグロンコースキーは10レシーブ145ヤード 3TD でプレイオフの NFL 記録を更新した。また、 ブロンコスの q b ティムティーボーはパス26回中9回しか成功しなかったためブロンコス全体のレシーブ数よりもグロンコースキー1人のレシーブ数が多くなった。プレーオフ2試合目、ペイトリオッツはボルティモア・レイブンズに23-20で勝利した。この試合、グロンコースキーはレイブンズのセーフティバーナード・ポーラードのタックルで足首上部を捻挫した。この捻挫は チームのスーパーボールまでの童貞において大きな影響を及ぼすことになる。それでもグロンコースキーはプレーを続行5レシーブ87ヤードを上げた。第46回スーパーボールでペイトリオッツはグロンコースキーを先発出場させたが彼を攻撃陣の中心とすることはなかった。試合残り数秒、逆転をかけたトム・ブレーディのヘルメアリーパースは グロンコースキーの手には届かなかった。この試合で、グロンコースキーは2レシーブ26ヤードの成績を収めたが、これは10月初旬以来の低い成績である。ペイトリオッツは、スーパーボールで、ニューヨークジャイアンツに21、17で赤敗した。この試合の数日後、彼は、MRI 検査で、人体損傷と診断され、回復のため手術を受けることとなった。 2012年シーズン2013年シーズンのグロンコースキー2012年6月8日、グロンコースキーは、手市上最高額となる6年5400万ドルの契約を結んだ。この契約は契約金800万ドルを含んだが、入団時に結んだ2012年と2013年の契約条項はそのまま残された。第11週、グロンコースキーは、インディアナポリスコルツ戦の 第4クォーター終盤に前腕を骨折、4から6週間の離脱と診断された。しかし、それまでで彼は、アトランタファルコンズのトニー・ゴンザレス、サンディエゴ・チャージャーズのアントニオ・ゲイツに続き10、TD 以上を3シーズン上げた、史上3人目の手となった。また、これを連続する3シーズンで記録した、史上初の手となった。グロンコースキーは、第15週に練習に復帰し、 第17週のマイアメドルフィンズ戦に出場、TD を挙げた。しかしプレーオフ初戦、ヒューストンテキサンズ戦の第1クォーターで再び、左腕を故障し、三手術によって、残りのシーズンを欠場した。2012年に出場した11試合で、彼は790ヤード 11TD を記録した。2013年シーズン2013年2月、グロンコースキーは、前腕が、 感染症にかかったと診断され、三度目の前腕の手術を受けた。感染症を引き起こしていた細胞は取り除かれ、その後抗生物質で処置された。5月20日には腕に埋め込んだ機器の入れ替えのために四度目の手術を行った。生体組織検査が施され、感染症が完全に治癒したと ESPN のアダム・シェフターが報道した。また、6月18日、 グロンコースキーは背中の手術を受けたが10月20日のニューヨークジェッツとの試合の出場を許可された。12月8日のクリーブランドブラウンズ戦、グロンコースキーは TJ オードからのハードヒットを受けて右膝を負傷した。翌9日には全十字靭帯と内側側副靭帯の断裂と診断されシーズンの残り試合を欠場することとなった。このシーズン、 グロンコースキーは6試合の先発出場を含む7試合に出場し592ヤード 4td を上げた。2014年シーズン人体断裂からの復帰初戦となったマイアミドルフィンズとの開幕戦でグロンコースキーは4レシーブ40ヤード 1td の成績を収めた。チームは敗れた。この試合、チームは彼に無理をさせないように一部のプレーでのみ、彼を起用した。 第2週のミネソタバイキングス戦では苦しむ、攻撃陣の中4レシーブ32ヤードを上げ、勝利に貢献した。第3週のオークランドレーダース戦では3レシーブ44ヤード、1td を上げた。この td はこの試合で、チーム唯一のものであった。この試合2つ目の td レシーブとなるはずだった、プレイでは、レーダースのチャールズウッドソンによって、パスが引かれ、 タイミングを崩されて落球した。第3週までで彼は1試合に先発し、全体の攻撃スナップ数の42%の109、スナップで11レシーブ116ヤードに t d を上げた。第8週のシカゴベアーズでは9レシーブ149ヤード、3td を上げる活躍を見せた。第14週のサンディエゴチャージャース戦でも td を上げ、 史上初めて4シーズンにわたり 10TD を上げた手となった。ペイトリオッツの第49回スーパーボールでの勝利で、グロンコースキーは第2クォーター終盤に TD を上げるなど大きな役割を果たした。彼は3度目となるプロボール選出を果たし、2014年オールプルファーストチームの手に満場一致の50票で選ばれた。 グロンコースキーはこのシーズンで二度罰金を支払わされた。一度目はインディアナ・コルツ戦でのセルジオ・ブラウンへのアンネセサリー、ラフネス、二度目はスーパーボールでの相手への暴力に対してである。後者はベートリオッツの選手4人が払わされ、グロンコースキーは8628ドルを払った。2015年シーズン2016年シーズン2017年シーズン2018年。 シーズンシーズン終了後の2019年3月24日、自身のインスタグラム上で NFL からの引退を発表した。2019年シーズンは、ホックスのアナリストとして起用された。2020年4月21日に、グロンコースキーの保有権を有するペイトリオッツと、タンパベイバッカニアーズとの間に、ドラフト指名権とのトレードが成立し、バッカニアーズでの現役復帰を果たした。 このトレードにより、トム・ブレーディとは再び、チームメイトとなった。スーパーボールでは2個のタッチダウンを決め、優勝に貢献した。レギュラーシーズン、ありがとうございます。